完封負け、総魂、無援護ライオンズわら、石川に手玉に取られる定期イベント、無援護。点が入らなさすぎてもうね。今日もお客さんたくさん入って緊張しちゃったからしゃあない。総魂とかいう負けるためのスローガン。今季何度目の完封負けだよ。そろそろ再開。負けるにしても試合がつまんなすぎるのよ。完敗御礼、というわけで完封負けしたいと思いますわら。総魂賞とかいうカスみたいな賞、これのせいで走らなきゃあかんみたいなことになっとるとこあるやろ。これが噂の12球団最低打線ね。マジで、今年きついわ。普通に雑魚すぎて最下位路線。カツオに負けるとかありえねえよ。たまに満員になると緊張して打てないんや。追い込まれたら、フォーク三振するのやめてほしい。おとなしくバントしとけばええやん。バントは、無駄とか打てるチームだけだろ。せめて三塁は作れよ。コーナーは負け越して、最優秀防御率という、暗黒エース特有の、路線に切り替えていけ。盗塁士もそうだけど、あんだけ打てなきゃ、どうにもならん総魂とかいう、クソスローガン破って捨てろ。毎試合貧棚上に走塁ミス見ててわざわざ球場行きたいと思うか？左手で投げれば、誰でも抑えられる打線。ペイトン、使えないなら新外国人取ろうよ。単純に見ててつまらんのよな。満員のお客さんに見せて、いい試合だったか選手に聞きたい。栗山さん、もう援護しようないレベルでひどくないか？打線が繋がる感じが全くないな。その日その日で誰かしら好調で、打ってくれるのを期待するしかない。